どうも、皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、ANA 感謝の日、毎月ね、29日に ANA キュンという名前で開催されているわけなんですけれども、2024年3月のね、29日、ANA キュンに関しては、減額マイルキャンペーンが来るっていうね、事前のアナウンスがございましたので、本日はね、こちらの解説、やっていきたいなと思います。 ということでね、結構簡単な動画になってしまうと思うんですけども、まあ、前回のね、細かい話で動画作らせていただきますってね、お話をさせていただきましたので、今回ね、ANA 幻覚マイルキャンペーンのね、詳細一緒にね、見ていきたいなと。 思います。ということで、早速ね、内容に入っていきましょう。はい、ということで、こちらがね、ANAQ、えーえー、公式サイトになっておりまして、毎月29日は ANA 感謝の日ということで、えー、2020年3月29日、24時間限定開催で、えー、今回ね、行われるっていうふうになります。で、一番の目玉はね、今回、えー、国内線特典航空券減額マイルキャンペーンがね、えー、こちらがメインになってくるかと思うんですけども、まあ、それ以外にもですね、ANA トラベラーズダイナミックパッケージであったり、ANA トラベラーズホテル、 ana トラベラーズホテル ana 企業を特に宿泊しようであったり、えー、トリプルマイルキャンペーンを利用してハワイ限定オプショナルツアーを予約しようということで、こういったのもね、えー、一応行われております。でですね。今回ね、こちらの4つとまたね。ちょっと前にね、えー、お話しさせていただきました。けれども、<laughs> ana グランウォールだったから、ちょっと読み方忘れちゃいました。けども、<laughs> ana がやってる仮想 ar でしたっけ？はい、ありますよね。あの。 詳しいところはね、そちらの動画を見ていただければなと思うんですけどもえ、3月29日中に新規登録すると、1000グランチップがね、もらえるということで、まだ利用されてないことない方はですね、グランチップもらえますんで、ぜひね、え登録、この29日にね、していただければなと思います。で、ANA 電気ね、これはちょっとね、あの、29日限定でね、ANA 電気ね、1000マイルもらえるみたいなんですけども、こちらはね、あの、今は簡単にあの乗り換えるとね、電気代すごく高くなっちゃったりしますので、まあ、ここはちょっとね、おすすめできないですかね。 で、ANA モールということで、おすすめの食品、日用品、特別価格で提供ですね。こちらも29日限定で行われるみたいですね。で、ANA A スタイルショッピングということで、こちら毎回やっておりますけども、ANA オリジナル商品が最大5%オフの特別価格、&1000 円クーポンがね、ANA キュンで特別に利用することができます。で、またね、ANA ポケットがですね、29日チャレンジ参加して、ポイントを獲得しようということで、29日限定でね、チャレンジが出るっていうふうになります。またですね、こちら こちらはね、28日、本日のね、ANA のプレスリリースで発表されているわけなんですけども、皆さんね、ANA ポケットってやっておりますかね一応私は無料会員でね、続けてはいるんですけども、こちらね、ANA ポケットね、あの、リニューアルされるっていうことが、プレスリリースでね、発表されているんですよね。まあ、今までよりですね、さらにね、まあ、見やすいトップページに変わったりですね、またね、ANA グループ各サービスに関するアイコンアプリのあたり設置し、これまで ANA との接点がなかったお客様も、 ANA ポケットをきっかけに日常的に ANA グループの商品やサービスに気軽にご利用いただけるようになりますということで、合わせて ANA ポケットと 連携している企業や自治体に移管するアイコンも設置し、様々なサービスの利用者からユーザーのマイルへの関心度を向上させ、ANA 経済圏、さらなる拡大を目指しますということで、ちょっとね、話飛んじゃいますけども、ANA っていうのはですね、この ANA 経済圏、ま、ああの、飛行機だけのね、収益じゃなくて、いろんなのをね、収益にしていこうっていうのを目指しているわけなんですけども、ま、それの一環でね、この ANA ポケットとかね、ま、あいろんな、 サービス、ANA p イとかもそうなんですけども、まあ始まったわけなんですけども、これがですね、今回 ANA ポケットね、リニューアルされて、またね、キャンペーンとかもですね、打たれていくっていうふうになりますんで、3月28日から4月10日の間に、キャンペーン期間中7日間連続して、アプリをご利用いただいたユーザーの中から抽選で10名、ちょっと少ないですけどね、ANA 旅行券一万円プレゼントしますということで、まあこういったね、キャンペーンも打たれていて、こちらが公式サイトになるわけなんですけども、 ま、こういった感じでですね、利用することができるっていうふうになりますんで、3月29日にですね、この ANA キュンでですね、29日チャレンジ参加でね、ポイントを獲得することもできて、新規登録特典もアップ、ガチャ割引もみたいなね、こういったのもございますので、3月29日にね、ANA ポケット始めていただいて、またね、このキャンペーンでね、7日間連続で利用していただければね、もしかしたら1万円当たっちゃうかもしれないっていうふうになりますんで、 一応紹介コードがあるんですけど、一応ね、紹介コード概要欄に載せておきますので、29日になりましたらですね、ぜひね、こちら利用してみていただければなと思います。それ以外にもですね、いつもやっております。29日にマイルが2倍。お土産を購入してお得にマイルを貯めようということで、ANA フェスタでも2.9倍のね、マイルが貯まるって言った形になります。で、今回のね、目玉はやはりね、こちらですよね。減額マイルキャンペーンということで、今回の減額マイルキャンペーンはですね、非常にいいことに全路線対象のとろ 線の除くね全路線が対象っていう風になっておりまして、予約期間はね29日1日のみっていう風になります。で、搭乗期間が5月の7日から6月の14日金曜日ということで。 対象路線は能登路線を除く全区間が対象っていった形になります。で、この5月の7日から6月の14日っていうのはですね、ちょうどレギュラーシーズンに当たるんですよね。ですので、必要マイル数はね、本来は300からまあ1000から2000ありますけども、本来はここの67500、9000、1万っていうのが、まあ標準のね、必要マイル数っていうふうになるわけなんですけども、まあ今回ね、 減額マイルキャンペーンということで、6000区間は3900マイル、7500マイル区間のところは4900マイル、通常9000マイルのところは6900マイル、1万マイルところは7900マイルっていうふうになるんですよね。 で、対象路線ね、どういった感じで利用するのことができるのかという話なんですけども、こちらは必要マイル数のね、あのシーズンの一覧で、300マイル区間の発着ということで、300マイル区間の発着が、このね、東京、秋田、省内、仙台、新潟、八丈島、富山、小山、今回、能登は対象路線外ですけども、能登、名古屋、大阪ということで、東京路線のこちらの区間が、 今回ね、この6000マイルに該当するっていったはちになります。ですので、東京からまあ、こちら大阪入ってますんで、東京から伊丹とかだと、本来6000マイルっていう風になるわけなんですけども、今回のね、減額マイルキャンペーンで、片道3900マイルでね、利用することができるっていう風になるんですよね。まあ、この理屈で、すべてのね、あの路線が減額マイルキャンペーンっていう風になりますんで、このね、301マイルから800マイル区間であれば、このね、 表に載ってない区間が全部ね、こちらに入るっていうふうになりますんで、この表に入ってない区間であれば、本来ね、7500かかるところが4900マイルで利用することができるっていうふうになります。で、801マイルから1000区間マイルですね、東京から沖縄、えー 羽田から那覇とかがこちらに入るわけなんですけども、まあ、こちらであれば本来9000マイルがかかるところは6900マイルで利用することができるっていうふうになるんですよね。まあこういった感じに、ね、なっておりますので、皆さんね、行きたい、利用したい路線ね、あるかと思うんですけども、まあこちらのページでね、あの見ていただいて、まあこの表に載ってない路線であれば全部ね、こちらに入るっていうふうになりますんで、301から800マイルか7500マイルが4900マイルでね、 利用するることができるっていう風になりますんで、まあ今回ね、ローシーズンじゃないので、えー、片道2900マイルっていうのはね、ありませんけども、まあそれでもね、3900マイルで6000マイルのところは3900マイルですからね、非常にいいですよね。本来は往復12000かかるところは7800とかでね、行けてしまうっていう風になりますんで、 これはね、めちゃくちゃいいですよね。しかもね、のとを除くね、すべてが対象っていう風になりますんで、まあ、この期間のね、土日とかにねえ、ご家族でね、旅行するみたいな、まあ、そういった感じで利用していただくのもね、非常にいいのではないのかなと。 思います。まあ、こういった形になっておりますので、えー、皆さんね、利用したい路線ございましたらですね、こちら、えー、この動画出てるのは3月の28日っていうふうになりますんで、今日のね、日付が変わった0時からね、予約開始っていうふうになりますんで、特典航空券はね、皆さん知ってると思いますけども、枠がありますんでね。 えこの枠がなくなったらもうね、この減額マイルキャンペーンではね、えー、利用することができないっていうふうになりますんで、ぜひね、えー、できるだけ早めに予定を立てて、えー、今日の夜ね、臨んでいただければなと思います。いやーね、全区間でね、減額マイルキャンペーン来るとはね、正直思ってなかったので、非常にいいですよね。最近ね、この ANA q んですね、減額マイルキャンペーンもセールもね、来なかった時期があったんですけども、今回ね、全路線で、 減額マイルキャンペーンっていう風になりますんで、めちゃくちゃいいですよね。ぜひ皆さんね、3月29日0時きっかりにね、えー、予約頑張って撮っていただければなと思います。はい、ということで今回ですね、ANA 感謝の日、毎月ね、行われておりますけども、やはり減額マイルキャンペーンね、いいですよね。 しかもね、今回は全路線っていう風になりますんで、非常に利用しやすいと思いますので、この動画が出ているね、今日の夜12時からですね、予約開始になりますんで、ぜひね、えー、チェックしていただければなと思います。ということで、今回の動画はこんな感じで終わりたいなと思います。この動画が気に立った方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッター、インスタグラム、LINE 公式アカウント、最近ね、LINE 公式アカウントで、PP 診断、マイル診断、マイルクレカ診断、ポイントサイト診断ね、こちらから無料で利用することできますので、ぜひね、チェックしてあげるととても嬉しいです。 それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ